送ってくれてありがとう。遅刻せずに済みそうだよ。こっちこそ。退屈じゃなかったか？もうさっきのこと忘れたの？なあ、やっぱマックスの力と昨日の雪は関係あるんじゃないか。きっと竜巻も。どうかな。規則性がないよ。何のんきなこと言ってんだ。マックスは私を2回も助けた。未来を変えたんだぞ。カオス理論知らないのか？全ては予測不能ってことでしょ。何が起きても不思議じゃないってことだ。マックスの場合は特に。なんで私がこんな小さな町のただのオタク少女だよ。まさにストレンジアトラクターだよ。この学校じゃそんなことも教えないのか？竜巻に季節外れの雪にタイムリープ、滅亡へのカウントダウンだ。今のうちに遊びまくるしかないな。要は私に任せなってことですね、先生。最悪から最高の一週間になったな。最強コンビの復活だもん。ジェファソン先生の授業までちょっと時間あるから、うろうろしようかな。ボルテックスクラブのパーティー。ああ、マックスか。行くに決まってる。また銃がどうこうとかいう話じゃないだろうね。どうこうって、ネイさんは本当に銃を持ってたんです。本人と話しましたか？ああ、非常に憤慨した様子だったよ。無理もないだろう。事実関係が明らかになるまで君は勉強に専念していなさい。そんなことを言われても。この学校には危険なことなど何もない。警備主任が導入した新システムのおかげで校内の安全は保たれている。昨日マドセン主任がケイトに嫌がらせしてました。マックス、証拠にもなくまたそんなことを言うのかね。校長先生こそ何が言いたいんですか？人の言動を上げつらうだけなら誰にでもできる。姉さんの次はマドセン主任か。いい加減にしなさい。これ以上の話は無駄だ。姉さんと世界の終わりを迎えるなんて絶対嫌だ。ボルテックスの進行ってとこか。すごいトロフィー。さすがはビッグフット。名前負けしてないね。水泳にはだいぶ力入れてるな。カワウソ、かわいいからいいけど。ザック。ニューマックス、今日はカメラ持ってねえのかよ。カメラがなくても常にアイデアを練ってるよ。へえ、ビクトリアとエロチャットの話を言いふらすアイデアとかか。もう済んだことだよ。しばらくしたらみんな忘れるって。そうかもしれないけどさ、ビクトリアは本当何考えてんだろうな。意味わかんねえ。みんなの話題になりたいんじゃない、今みたいに。じゃあもう話すのやめようぜ。お前頭いいな。金曜日の試合来いよな。コートに行ってビクトリアとボルテックスクラブに尽くしてる。普通の子だったらパーティーを楽しみにするんだろうな。コートに。何の用？写真ならお断りだよ。パーティーに呼ぶゲストの名簿を作らないといけないから。そうなんだ。どうせ興味ないでしょうけど。そんなことないよ。そんな服着てるくせに。ボルテックスクラブのパーティーにはドレスコードがあるの。おしゃれな服持ってる？あなたの来るところじゃないよ。マックス、少しいいか。昨日のクロエとの件についてだが。クロエを殴ったでしょ。クロエから聞いたんだな。その時俺の銃を盗んだとも言わなかったか。元軍人なのにクロエが怖いんですか。あの子が心配だから言っているんだ。俺があれくらいの頃はもっとひどかった。
クロエもここの生徒たちもそれに比べたらずっとマシだ。ケイト・マーシュも。ケイトにひどいことしたくせに。余計なことを言ったな。例の動画のことは知っているだろう。それでケイトに詰め寄ったんですか？その証拠写真もあるんですよ。憶測だけで物を言うな。生徒の安全のためにカメラの設置を提案しただけで偽善者扱いか。監視カメラで安全が守れるとは思えない。ならグラント先生の署名運動で行方不明の生徒が見つかるのか？レイチェルを見つけるのは警備主任のあなたの仕事じゃないんですか？それともレイチェルのことで何か隠してるとか？お前と口論するつもりはない。言い争いはもうたくさんだ。話は以上だ。時間あるし、ウォーレンに会いに実験室に行こうかな。それで甘え出した。姉さんからブッと教えなきゃ。グラント先生。マックス、いいところに来てくれたわね。監視カメラ設置に反対の署名をしてくれてありがとうね。大事な一票よ。署名運動は順調ですか？署名に協力してくれてありがとうね。本当に助かったわ。みんな SNS を見るのに忙しくて署名どころじゃないのね。そうやって大事なことから目をそらしている隙にいつの間にかプライバシーが奪われていくのよ。でもこれでカメラの設置が取りやめになるといいですね。あなたのような賛同者がいれば大丈夫よ。私は今秋ならではの写真に夢中で。先生も秋が一番好き。季節が移り変わるのはいいものね。この学校のキャンパスは特に綺麗だし、ジェファソン先生もよく写真を撮ってるわ。ジェファソン先生はどんな人ですか？才能豊かで教師としても優秀よ。この学校では私の方が古株だけど、名物先生といえばジェファソン先生ね。それに本格的な秋はまだまだこれから。昨日の雪ですけど、科学的に見てどう思いますか？説明のつかない気候の変化。ネイティブアメリカンは違う解釈をするでしょうけど。すみません、私そろそろ行かないと。それじゃまた今度話しましょう。近いうちにね。ブルック。マックス、どうしたの？ドローンは順調？駐車場で飛ばしてたらグラント先生に没収された。監視カメラがどうこうって。ウォーレンの車なんか監視するわけないのに。ついでにウォーレンに GPS つけたら？そっちこそウォーレンにつけられてない？よく考えれば分かる。ごめん、もう行かなきゃ。ああ、そう、それじゃあね。バイバイ。ウォーレン、大丈夫？浮かない顔して悩み事？マックス、ちょうどいいとこに来てくれたね。ちょっと実験のアドバイスが欲しいんだ。ウォーレンにもわからないなら無理だって。カリウムとナトリウム、どっちを入れたらいいと思う？教えて、マックス博士。なんで私に聞くのかわからないけど、そうだな、カリウム。はい、カリウムね。うまくいったらハグしてあげるよ。おかしいな。グラント先生。ごきげんよう。先生、ちょっと聞いてもいいですか？くだらない質問かもしれないけど。あら、くだらない質問なんてないのよ。何かしら？今週の実験なんですけど、先生ならカリウムとナトリウムどっちを入れますか？それじゃ何も起きないか爆発するだけよ。塩素を試したら？すみません、私そろそろ行かないと。それじゃまた今度話しましょう。近いうちにね。ウォーレン、大丈夫？浮かない顔して悩み事？マックス、ちょうどいいとこに来てくれたね。ちょっと実験のアドバイスが欲しいんだ。ウォーレンにもわからないなら無理だって。カリウムとナトリウム、どっちを入れたらいいと思う？
教えて、マックス博士。ウォーレン、カリウムもナトリウムも外れだよ。塩素を入れるのが正解。塩素か、思いつかなかったな。でもその自信は信用に値する。やってみよう。大正解だ。ありがとう。私は何も。コールフィールド博士のお手柄だよ。ちょっと楽しかった。ウォーレンはオタクモード全開の時いい感じ。本物の骸骨は使わないの？よくさ、何もしてくれないんですか？ケイト、僕の立場も分かってくれ。私の立場は分かってくれない？ああ、マックス、ちょっといいかな？はい。元気がないな。何か心配事か？実は折り入って相談が。ケイトのことが心配なんです。僕も心配だ。ケイトのことで何かあるのかな？マドセン主任がケイトに嫌がらせをしてるのを見たんです。ケイトは怖がってました。マドセン氏は警備と恫喝を取り違えている。ケイトはかわいそうだが、校長に報告するにも証拠がないと。実はその時証拠の写真を撮ったんです。授業後に見せてくれ。写真を撮るとはプロ意識が高いな。いずれにせよ、この件は学校側にきちんと報告する。例の動画のことは知っているね？ケイトは取り乱しています。毎日嫌がらせをされて宿題も手につかないぐらい。ケイトにも問題があったのでは？彼女の説教が疎まれていたのは事実だ。隠し事をしているようにも見える。ケイトと直接話したかい？はい、今朝電話で話しました。こんな時は友達が支えてあげないと。ケイトまでレイチェル・アンバーと同じになってほしくないんです。レイチェル・アンバーとケイトに何の関係があるんだ？街中にビラが貼ってあるので、どうしても頭をよぎってしまって。レイチェルのことは気がかりだが、君は自分の心配をした方がいい。ウェルズ校長から女子トイレでのことを聞いたよ。本当のことです。ネイサン・プレスコットが女子トイレで銃を持ってて。マックス、これは冗談じゃ済まされないぞ。私が嘘ついてるって言うんですか？作り話なんてしませんよ。だといいんだが、ただここ数日君の周りではいろいろあったようだからね。でも先生、私本当に。ちょっと失礼。もしもし。ああ、ああ、ちょっと待って。すまない、大事な電話だ。教室に入っていなさい。最高だね、デナ。左向いて。じゃあ次はリリー。目線くれるかな？レイラ、どう？綺麗に撮れたよ。デーナのスケッチすごくいい。ダニエルは本物だよ。何してるの？ヘイデンの撮影会が済んだらデーナをスケッチするんだ。昨日のスケッチ気に入ってもらえたかな？うん、プロフィール写真にしちゃった。すごくたくさんいいねがついたんだよ。あ、赤くなった。もう。君の肖像画はいつかルーブル美術館のダニエル・ダコスタ浴に飾られるよ。じゃあまたね。ここに座ってたらマックスは怒ると思う？ビクトリア、気をつけろよ。汚ねえタレコミ屋のお出ましだぜ。私と親友になれたとでも思ってた？思ってないよ。ただのかまってちゃんだからな。何でもいいけど、そこどいてくれる？どうぞ。記念に自撮りでもすれば。いいかてめえ、覚悟しとけよ。何なの？
どうしてデイビッドがケイトの写真を？意味わかんない。何がしたいの？今いいかな？ウォーレン、ケイトを見かけたけど目真っ赤だった。ケイトは今ちょっと大変で。何も言わないし、かける言葉もなくて。そこの君、このクラスの生徒じゃないな。早く出なさい。他のみんなは席について。じゃあ後でね。今日も話すことがたくさんある。さて、みんな揃ってるか？ケイトはどうしたんだ？あら、有名人は大変ですね。具合が悪いって言ってました。ネットで拡散されている動画が話題になっているようだな。映っているのはある生徒、友達かもしれない。自分の実像とかけ離れたイメージが世間にさらされるのはどんな気？授業中はスマホ禁止だぞ。しまいなさい。気分だろう。自分の欠点から目をそらし、他人を批判するのは簡単だ。リアリティショー。自分の本が出せるなんて先生はやっぱりすごいよね。この影響もあるだろう。だが批判すべきは自分自身の行動だけだ。例えばコンテストの課題提出せずに後悔するのは自分だぞ。まだ出してない人がいるな。マックス、君もその一人だ。さて、みんなシラバスを読んできたな。今日のテーマはキアロスクーロだ。光と影のコントラストを指す。これによって写真には視覚に訴える力が宿る。陰と陽の関係とも言える。モノクロ写真は白と黒のコントラストによって魅力を発揮する。まあ厳密には。おい、女子寮がすごい騒ぎになってるぞ。来てみろよ。授業中だぞ、邪魔をするな。みんな勝手に席を立つんじゃない。待って、